エフライム・マクドウェルはアメリカ合衆国の医師である。乱巣腫瘍の摘出手術に初めて成功したことで知られている。マクドウェルはバージニア州ロックブリッジでサミュエルとメアリーのマクドウェル夫妻の9人目の子供として生まれた。父はフレンチ・インリアン戦争の古参兵であり、アメリカ独立戦争では大佐だった。1784年、父は 土地検査官に指名されて、ケンタッキー集団ビルに家族ごと転居した。そこでは10回以上の会議を主催して、ケンタッキー集憲法を書き上げることになった。マクドウェルは、ワーリージェームズの古典的進学校で初期教育を受け、その後バージニア州スタントンのアレクサンダー・ハンフリーズ、博士の下で、医学生として3年間を過ごした。 1793年から1794年は、スコットランドのエディンバラ大学で医学の講義に出席し、下界、ジョンベルについて個人的に学んだ。大学の卒業はしなかったが、1825年にメリーランド大学から名誉医学博士号を送られた1795年、スコットランドから帰国してダンビルに住み、下界として開業した。 1802年、独立戦争の英雄で、ケンタッキー州知事に二度就任した、アイザック・シェルビーの娘、サラ・シェルビーと結婚した。夫妻には二人の息子と四人の娘が生まれた。マクドウェルはその地域社会で結出した役割を演じた。ダンビルのトリニティ聖公会協会の設立者となり、その最初の建物のために土地を寄付した。 またダンビルのセンターカレッジの設立者であり、当初の法人化を進めたものでもあった。1817年にはフィラデルフィア医学会員になった。その患者の中でも著名なものとしては、第11代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ポークがおり、尿路結石を除去し、ヘルニアを治療した。マクドウェルは、ジョン・キャンベル・グリーンウェイの高祖父にあたり、グリーンウェイは、 マクドウェルと同様に、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションにその彫像が収められた。女性参政権運動家、マデレン・マクドウェル・ブレッキンリッジとはいとこである。1830年6月、マクドウェルは激しい痛み、吐き気及び発熱を伴う、急性発作に襲われた。6月25日に死亡したが、中水炎だった可能性が強い。 妻はそれから18年後に死んだ。夫妻はダンビルの南、アイザック・シェルビーの領地、トラベラーズ・レストに埋葬されたが、1879年にダンビルのマクドウェルに捧げられた記念碑近くに移送された。1809年12月13日、マクドウェルはダンビルから60マイル離れたグリーン群の ジェーン・クローフォードの往診を頼まれた。その主治医は、クローフォード夫人が、妊娠期間を過ぎていると考えていた。マクドウェルは、卵巣腫瘍と診断した。クローフォード夫人は寒慢で痛みを伴う死から、救ってくれるよう、マクドウェルに依頼した。マクドウェルは、彼女の容態を説明し、治療法としての手術はまだ一度も成功していない、ことを話した。 世界で最も優れた、外界でもそれが不可能と考えていると告げた。クローフォード夫人はそれを理解し、手術を望むと言った。マクドウェルは、彼女がダンビルの家まで来てくれればその腫瘍を除去すると伝えた。彼女は同意し、60マイルの道を馬の背に揺られて旅した。1809年のクリスマスの朝、マクドウェルは、手術を始めた。 当時麻酔法や消毒剤は医術を専門にする者たちにも知られておらず、これらの恩恵抜きで手術は進められた。摘出した腫瘍は22.5ポンドあった。マクドウェルはそれを完全に除去するのは難しいと判断した。それで子宮近くの卵管周りを傑作し、腫瘍を切開した。腫瘍は子宮と卵管細を大変大きくさせていた。 手術全体は25分かかった。クローフォード夫人は併発症もなく回復した。彼女は手術から25日後にはグリーン軍の自宅に帰り、それから32年間生存した。これが世界でも初めての卵巣腫瘍除去手術となった。1809年以前の回復手術は腹膜炎を起こしてすべて死に至っていた。 このためにマクドウェルが行った処置を理解することが重要である。マクドウェルの説明の中には、小ざっぱりしたとか、チリ一つないほど清潔であるといった言葉が入っている。彼は、きちんとしただけでなく、細部まで行き届いていた。その手術の報告書では、腹膜空から血を取り、超温水につけると書かれている。マクドウェルは、 その後2回同様な手術を行った後の1817年になってその手術法の説明を出版した。これは英語の外科学開始では広く批評された。マクドウェルは少なくとも12回の子宮病理学関連の手術を行ったという証拠がある。マクドウェルが学会誌に掲載した記事には次のような記述がある。 それほど大きな物質を摘出したのを見たこともないし、これが必要としたような手術の試みや成功例について聞いたこともなかったので、私はその不幸な女性にその危険な様態について情報を与えた。腫瘍は丸見えであったが、大変大きくてすべてを取り去ることはできなかった。我々は汚れてゼリー状に見える物質15ポンドを取り出した。 その後ランを切断して脳を摘出したが、これは7.5ポンドあった。5日経って診察に行くと大変驚かされたことに彼女はベッドを整えているところだった。ありがとうございます。